長崎アゲハは、アゲハ蝶かアゲハ蝶属に分類される鳥の一種。東南アジアとインドネシアの当初から、中国、台湾を経て日本まで分布する。日本での分布域は、近畿南から南西諸島までで、日本では南方系の種類であるが、江戸時代に九州以外に限られていた分布域は拡大しつつある。1 9四十年代には、山口県西部や高知県南部、 1960年代には、淡路島へと徐々に北上し、21世紀初頭には、福井県や神奈川県西部の太平洋側での越冬が確認されている。近年は、茨城県南西部で2007年に多数確認され、また、栃木県南部で2009年に急増するなど、関東北部での増加が顕著で、さらに2009年には、福島県いわき市で、幼虫。 同県立市や宮城県名取市で成虫が確認されている。こうした分布の変遷から本種は温暖化の指標種として注目されている。成虫の全市長60から80ミリメートルほどで日本産の蝶ではモンキアゲハやオオゴマダラに並ぶ最大級の種類である。種類内ではメスがオスよりも大きい。アゲハ蝶族の中では羽が大きくて幅広く講に お嬢突起がないことが特徴だが、メスにお嬢突起が現れる、優美型もあり、台湾など多産する地域もある。優美型は、日本国内でも九州南部などで稀に記録される。また、アゲハチョウ族の中では珍しく性的不りが顕著で、ある。羽の付け根に赤の斑点があるのは、私有共通で、オスの羽はほぼ全体が黒く。 孔子の外縁にわずかに赤い斑点がある。一方、メスは孔子の中央部に白の細長い斑点が数個外向きに並び、その外縁には赤の環状紋が並ぶ。白色部は、死脈とその周辺が黒く、内側が白くなる。オスは黒アげ派に、メスはモンキアゲ派に似るが、お上突起がないので区別できる。日本では、 南の個体群ほどメスの白色部が広くなる傾向があり、九州や沖縄では全市にまで白い部分が広がる。特に、イリオモテ島の個体群は少数ではあるが、羽全体に白い部分が広がることで知られる。ただし、台湾イナ南産の個体では、むしろ白くない傾向がある。日本では、成虫は、年3から6回、4から10月頃に発生する。分布域では、 人里近くでよく見られる普通種である。各種の花に平石蜜を吸う。冬はサナギで越冬する。幼虫はナミアゲハと同じくミカン、カラタチなどミカン科の栽培種各種を食草とする。弱霊幼虫は他のアゲハ長族と同様、鳥の糞に似せた保護色をしているが、あまり黒っぽくなく緑色が強い。 4霊幼虫の時点で全長3センチメートルほどになり、波上げ波の修霊幼虫とあまり変わらない大きさである。修霊幼虫は全長4センチメートルほどで、波上げ波に比べると明らかに大型である。また、腹部背面に切れ込む斜めの帯が白く、細かい網目状の模様になるのも特徴である。広い分布域の中で、いくつかの亜種に分かれており、このうち日本に分布するのは、 アッシュ、PM、サンバーギー・フォン・シーボルト、1824である。アッシュ名のサンバーギーは、シーボルトよりも前に来日し、日本植物学の基礎を築いたカールツンベルクに対する、懸名である。または名、長崎アゲルハはシーボルトが、長崎で最初に採集したことに由来する。ありがとうございます。